1日1万円以上の差がつく海の打ち方。パチンコの日本一緒に世界一周回をした私、今度春菜がパチンコの楽しさと勝ち方をお伝えするチャンネルです。ボクシング界では昔からこういう格言があります。左を制する者は世界を制する。パチンコ界ではこういう格言があります。海を制する者がパチンコを制する。どうもー、今度春菜でございます。今日はですね、1日1万円以上の差がつく海の打ち方というのをお伝えしたいと思います。はい。今現在出てる大海4スペシャル、また大海4スペシャルのアマデジバージョンのアグネス、こちらでも対応が可能となっております。はい。まあ海の打ち方ってね、実はねシンプルそうに見えて、結構いろんな人で打ち方違うんですよ。はい。なので今日はね、今度流の海の打ち方っていうのをお伝えできればいいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい。今日の目次ね、一応説明します。最速サーチ、ひねり打ち、サポ止め、もうこれだけです。はい、よろしいでしょうか。で、3のサポ止めがね、メインディッシュとなってますのでね、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。はい、では行ってみましょう。はい、というわけで早速ご説明していきたいと思います。まず最初、最速サーチですね。はい。まあ海ではね、いかに早く大当たりを気づいて激アツの演出来てすぐ止めるかというのが大事になってきます。はい。まずモードですね。モードなんですが、ラグーンモードですね。はい。まあ2番手でクリスタルモードかなと思いますけど、まあそのどっちか、僕は特にラグーン、海モードのラグーンがいいと思います。はい。まあ、理由はなぜかというと、ラグーンが一番リーチになった瞬間にもう魚群が来るので、すぐにね、はい、すぐに最速察知できるから、はい、ラグーンモードで打ってください。はい。で、カスタムこちらにしてください。魚群 100%、 一発告知 100%、 告知方法いつもの全長予告少なめ、ブルブルチェンジ。これちょっとね、これどっちかちょっと僕正直わからないんですけど、まあ出現しないがいいのかなっていうふうに思います。ブルブルチェンジするまでちょっと時間がかかるので、だからね、それのタイムラグがある気がするので、まあなんとも言えないんですけど、出現しない選んだらいいかと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、2つ目いきます。ひねり打ちですね。はい。ひねり打ち、他の動画でも説明してますけど、海では逆ひねりなんですよ。普通は弱強っていう風な感じでしてくるんですけど、この逆ひねり、強くから弱くに変えていくっていうひねり、まだ説明してなかったので、一応口頭で説明していきたいと思います。はい。基本的には大当たり中にぶっ込みの上、で一番跳ね返るところになっていきます。よろしいですか。そこに照準を合わせます。はい。で、まあ釘にもよるんですけど、大体大海4スペシャルだったら僕は6個入ったぐらい、アグネスだったら5個入ったぐらい、ミドルタイプは10カウントなんですよね。はい。アマデジは9カウントです。なので大海4スペシャルミドルだったら6個入ったぐらい、アマデジだったら5個入ったぐらいで弱くしていきます。はい。よろしいですか。はい。弱くしていって、球を連ねて大盤にしをさせると、はい、そういう意識で打ちます。はい。で、今度流がちょっと変わってるのが、まあ、他の人はあんまりやってる人いないんですけど、僕はストップボタンを使わないです。ストップボタン使わずに、全部アタッカーがに球がもう閉じたなと思ったら入って、アタッカーが閉じたなと思ったらまたぶっこみ上に標準を合わせていきます。なんでストップボタン使わずにこういう打ち方するかと言いますと、まあ、1つ目が時間の節約ですね。はい。2つ目が、右打ち機のひねりと違ってピンポイントで合わせづらいんですよね。もうピンポイントでもう2個プラス、もう1個プラス、もう1個プラスっていうのが結構しづらいんで、タイムラグがあるんですよね。はい。よく9個目まで合わせてそこからやるっていう人もいますけど、まあ、時間効率悪いですね。はい。なのでやりません。はい。3つ目、昇級が15個もあるから、はい、だから、まあ、もうピンポイントで狙うよりも大雑把でいいかなっていうふうに僕は思ってます。はい、アグネスは12個ですね。はい。なのでアグネスやりたい人は、まあ、アグネスだったらやってもいいかなという感じで思います。まあ、僕はアグネスでももうフルラウンドストップボタン使わずに、もうざっくりです。ざっくりも本当にだからぶっこみ目だって6個入ったら、アマレジだったら5個入ったら弱くして打つと。で全部アタッカーに球が入ったのを見届けたらまた強くに変えると。はい、その繰り返して今度はやっております。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして3、本日のメインディッシュでございます。サポ止めお伝えしたいと思います。はい、サポ止め、まずストロークからご説明していきたいんですが、ストロークは基本的には弱め打ちで打ちます。2つパターンって言ってくるんですけど、3本釘と4本釘があるんですね。でそこの間を狙う打ち方で打つことが僕は一番多いです。もしくはもうそこよりもさらに手前の一番弱いチョロ打ちですね。そのどっちかで打つかなという感じですね。まあ下道が普通の道釘のね、道釘の下にあるその下の釘、道釘、下道の釘が悪かったらちょろ打ちで打つかなっていう感じですね。はい。で、まあ、なんで弱く打つかっていうことなんですけど、まず弱く打った方がスルーに入りやすいことが多いっていうのと、球が暴れないので、球が暴れずにもうスムーズに電柱に向かっていくので、はい、安定しやすいんですよ。はい、なので弱め打ちに変えて打つと。通常時はまあぶっ込みらへん値段ですけど、サポ中は弱め打ちで打つと、はい、いう感じで打っております。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして打ち方ですね。打ち方説明します。はい、これもう何回も見ていただきたいなと思いますね。はい、まずへそ保留っていうのと電柱保留っていうのあるの皆さん分かりますよね。海だったら珍しく通常時に8個たまるんですけど、はい、それ以外にですね、小デジっていう呼び方か小デジっていう呼び方かわからないんですけど、まあ、今日は小デジと言わせてください。はい、小デジの保留があるっていうのをご存知ですか。まずこの小デジという保留があるっていうのを、ご理解していただきたい。この小デジの保留というのはスルーという場所に球が入ると、その小デジという保留がついてきて、へそ保留、電柱保留と同様に4つまでストックができるんですよ。うん、よろしいでしょうか。はい、でその小デジ保留っていうのはセグの一番左下に書いてある2つのランプですね。はい、これが小デジ保留です。この2つを見るんですけど、この2つが両方点灯してたら残り電柱が4回開きますよっていう意味です。で右が点灯してたらあと3回開きますよという。で両方点滅していたらあと2回開きますよっていう意味です。右が点灯していたらあと1回電柱が開きますよという、そういう意味になっております。はい、で左右消灯していたら電柱は開きませんよと、はい、そういう意味なんですね。はい、で止め打ちする際なんですけど、まあ基本的には電柱と小デジダンプ、あとスルー、この3箇所、電柱、小デジ、スルー、この3箇所を凝視しながら打ちます。はい、でスルーは残り小デジが1になった時だけ上を見ます。目線上にします。はい、で集中して打ってます。ここまでまずご理解いただけましたでしょうか。はい、小デジっていうのは電柱保留、へそ保留以外にも小デジ保留っていうのはスルーに入ったらその小デジ保留が溜まっていくと、はい、そういう風になっております。はい、でですね、次のステップなんですけど、この次のうちの4つのどの調整かっていうのを見極めて打ち方を変えます。1つ目、スルーも電柱周りも良好で球が増える調整、台の調整ですね。2つ目、電柱周りはいいがスルーが悪くて球が減る調整。3、スルーはいいが電柱周りの釘が悪くて球が減る調整。4が電柱周りもスルー周りも悪くて球が減る調整。はい、この4パターンのどのパターンなのか、自分の台はどういう状態なのかっていうのを把握するようにしてください。それによって打ち方を変えていきます。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあその4つの調整のうちどうやって打っていくかというのを、1つずつ解説していきたいと思います。はい、まず1、スルーも電柱周りも良好で球が増える場合どうする場合いいか。はい、この場合はひたすら開いたら4個打ちを繰り返します。はい、もう最初打ち始めるのもすぐ打ち始める。電池開いたなと思ったらすぐ打ち始めて、ひたすら4個打ちを繰り返すだけです。はい、2、電柱周りはいいがスルーが悪くて球が減る調整。はい、この場合は大当たり終了後に小デジが残っていたら打ち足します。そして小デジが1になったら打ちっぱなしに変えます。打ちっぱなしに変えてもスルーに球が通らずに小デジが0になったら止めます。で、へそと電柱の保留が残り2から3ぐらいになったら再び打ち始めると、いうのを繰り返します。3つ目、スルーはいいが電柱周りの釘が悪くて球が減る調整。この場合は大当たり終了後、大当たりフルラウンド取り切りました。で、取り切った後まず見守ります。見守って保留が2個から3個ぐらいになったら打ち始めます。で、基本的に開いたら3個から4個打ちにします。スルーの調整はいいですからね。で、へそと電柱保留が溜まってる状態でリーチがかかったら止めます。そして保留がまた 2から3個ぐらいになったらまた再び打ち始めると、でその繰り返しをしてできる限り、打ち出さずにね、保留をためる意識をします。なのでいかに球を減らさないようにするかということを意識していただければと思います。4、電柱周りもスルーも悪くて球が減る調整。この場合どうするかというと、僕が説明したさっきの2のパターンか3のパターン、どっちがいいのかなっていうのを考えながら打ってください。よろしいでしょうか。まあ僕の場合はね、時間効率考えて大体2にする、2の打ち方で打つことが多いかなと。そういう感じですね。ちょっと難しかったかもしれないですね。ぜひね、何回もちょっと見ていただいてね、ちょっとイメージつかめばね、パチンコ本番でもね、やりやすいかなと思うので、何回もぜひ見ていただければと思います。他のことあれば、コメントしていただければお答えしますので、よろしくお願いいたします。という感じで、以上が、近藤流の止め打ちでございました。で、先日、僕ね、大海4スペシャル打って3連チャンしてきたんですよね。で、3連チャンしてきて獲得した球がこれでした。4360個振りましたね。僕が3連チャンする前も他の人が3連チャンして同じように球を取りました。おそらく釘も変わってないと思います。で、その人はどうだったかというと、3連チャンで獲得した球が4060個ですね。なので3回の大当たりで300個の違い、1回の当たりで100個違うんですよね。僕がちゃんと止め打ちを駆使して、ひねり打ちもまあ大雑把な打ち方ではありますけど、やると、本当に細かくやったらもっとさらに球が増えたと思うんですけど、それでも1回の当たりで100個差がついてるんですよね。なので1日25回当たったとしてどうなるかと。そしたら2500個の差がつくわけですよね。なので1日これをやるかどうかやらないか、で1日2500個の差、10日でしたら約1万円の差がつくと、いうわけです。もうこれを積み重ねていけばすごい金額になっていきますので、ぜひ、やっていただければと思います。今回の動画もね、先日のリングのね、アマデジのね、左右振り分け打ちみたいなね、ひねり打ちと左右振り分け打ちとひねり参考打ちみたいな動画を撮ってきましたけど、ご希望があればまた、実際にね、こういう風な感じで打ってますという動画をね、実践動画もお見せしながらご説明したらできたらいいなとも思ってますので、見たい方はぜひ教えてください。というわけで、ちょっとね、今日もマニアックでしたけど、ちょっと何回もぜひ見ていただきたいなと思っております。というわけで、今日もご視聴くださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。